どうも斉藤紳士でございます。さあ今日からの新企画というかですね、チャンネル内でよく見ていただける動画っていうのが、やはりね、文章作法について、文章を書く時の注意点などについてとか、そういうものを扱った書籍の紹介などが非常にやっぱり再生されるんですね。で、久しくやってなかったんですけれども、久しぶりにやりたいと思います。その作品は何かというとこちらですね、保坂和志さんの小説の自由でございます。はい。ただこれね、もうじっくりやりたいです。なので連続で何回とかではなく、ちょいちょい挟んでいこうと思います。で、そこで何を書かれているかっていうのを一章一章じっくりやっていこうと思います。だから別にこれ今日やったから明日やるとかではないです。飛び飛びでやるかもわかんないですけども、もうじっくり保坂さんが小説の自由、小説のためになることを書かれているんですけれども、それをね、一つ一つ丁寧に紹介できたらなというふうに思います。で、もちろん内容、もっとしっかりとした内容っていうのは読まないとわからないような紹介の仕方をしますのでね、ぜひ買って、読みながら、見ていただくと一番いいかなというふうに思うんですけれども、まずはじめにこの本何を書かれているかと言いますと、この本自体は、新潮の方で、連載していた小説をめぐってというシリーズの最初の13回分をまとめたものがこちらの書籍になります。はい。で、まずですね、どういう方に読んでほしいかというようなところでですね、小説とは何か、小説とはどうしてこういう形態なのか、なぜ人は小説を必要とするのかということを真剣に考えている人に向かって、真っ向から答えるつもりで書いたというふうにおっしゃっているので、ぜひね、そのどれか当てはまった方はですね、心して読んでいただきたいですし、この動画も心して見ていただきたい、はい、というふうに思います。まずですね、第1章はですね、第3の領域というタイトルがついております。まだ今のところ何のこっちゃわからないですけどもね、第3のビールだったら知ってるんですけどねみたいなね、方もいらっしゃると思いますけれども、第3の領域についてでございます。はい。まず1としまして、現実とフィクションね、この人の生きという小説、この動画内でも紹介しております。知らなく方はですね、ぜひ読んでいただくか、こちらの動画を見ていただきたいと思うんですけれども、この人の息で、芥川賞を取った時ですね、選評でも、それ以降の批評や直接会った人からの感想でもですね、男と女が昼下がりに家の中で2人だけでいて、どうして何も起きないのかということをうんざりするほど言われたんだそうです。はい。まあこれね、そういう話なんですよ。友達の女友達の家に行ってですね、昼間から、なんかビール飲んだりとかもねしますよね。だけども結局そういうことしないじゃないかとね、どうして何も起きないのか。この何も起きないっていうのは何のことかというと、当然性行為のことでございます。はい。なんでしないのかと言われるたびに保坂さんは思っていた。するもんなのと。する前提なのと。何？男と女は1対1で平日の午後に家の中にいたらするの？ということを言っておる。はい。というと必ず相手はですね、必ずそう、現実の問題じゃないですよ、だって小説じゃないですかっていうと、当然小説だから何かあると思うじゃないですかと言うと、その時その人のですね、小説感ないし小説と現実感はですね破綻していると。はい。控えめに言ってもそこが見えてますよというふうにおっしゃっております。つまり男女が平日の昼間に2人で一室にいてて何もないってどうなんすかねっていうやつの小説感なんて知れてるということをおっしゃってるんですね。はい。ある映画がございましてですね、同性の煮詰まった感じをドキュメンタリーのように撮った映画で、その中で煮詰まりが限界に達した女がですね、女性がですね、料理を全部流しに叩きつけるシーンがあったと。で、小さな映画祭でこの映画上映されたんですね。で、上映後に監督本人にですね、どうしてあの時男は女を押し倒さないんですかっていうような、批評を別の監督がしたんですよ。あのバーンって投げる、その後押し倒しちゃえばいいじゃないですかっていうふうに。で、その時はですね、保坂さんが、いたわけですけれども、保坂さんは監督よりも先にですね、いや、なんで性行為しないといけないのですかと。あの快感というものは
どういうもんなんですか、どういう作用がじゃああるんですか、あの快感があれば何かことはうまく転がるんですか、というようなことを言ったと。で、押し倒してやっちゃうことが現実の場面で何の役にも立たないということをですね、保坂さんもその映画を撮った監督さんも実は分かっていたのではないかとね。ところが映画としてどうなのかというふうにその多分質問した監督は思ってるんですよね。映画としてどうなん、あのシーンではやっちゃわないとって思ってると。その映画としてどうなのかというふうにしか考えていない人は押し倒せっていう発想になるでしょね。ここが重要だと保坂さんは言うわけですね。その要は映画を撮るとき、小説を書くときにそこで押し倒しちゃうという発想になってしまう人は危ういよというようなことをおっしゃっております。はい。で、二つ目にですね、フィクションの厄介さというのをおっしゃってるんですけども、名詞には視覚起源のものとそうでないものがあると。ね。そして自閉症の人間には犬や机は理解できても愛という目に見えないものは理解できないということがあるんだそうです。はい。性行為は痛みを伴うものではないけれども、痛みを伴うものが性行為だと思っている人は一定数いるでしょうと、ね、それはサディストであったりマゾヒストであったりっていうのは、痛みを伴うのが性行為だと思っている人も一部いるじゃないですかっていう話もこのフィクションの厄介さという項目で、言われています。はい。で、文学の中で運命の女が繰り返し描かれているのに対して運命の男はほとんど描かれていないことが女性の性行為というか、夫婦生活をロマンチックなものではなく、そのままとしてこちら側に理解させる一つの要因になっていると思う。はい。男の言いなりになり続ける女性を見ると、男は特別なわけではなく、原因は女性の保護であるという思うのに、女に振り回される男ということになると、運命の女をつい期待してしまうじゃないか。ね。こういうようなことを思うわけですよ。押し倒してやっちゃえという考え方がフィクションの枠内のものだというのは簡単ですけれども、あの場でそういう明快な考え方に至らなかったのがフィクションの実に厄介なところだというふうにおっしゃってるわけですよ。つまりね、そのやっちゃえばいいじゃないかって言った時に、いや、やっちゃわないですよっていうふうに、なぜそこで言えなかったのかというね、こんな明快な考えに至らなかったっていうのが、いや、そうか、やっちゃうっていうこともあるかっていうようなのがフィクションの非常に厄介さだと。そこに愛という要素を入れるともっとことは厄介になるぞとね。単純にフィクション現実で分けられない第三の領域が現れる。そう、ここでやっと第三の領域が現れる。この第三の領域が小説で起こることだというふうにおっしゃってるんです。ちょっとね、難しい言葉と言ったように話がボンボン飛んだように思いますけれども、要はですね、フィクションと現実っていうものがあったとして、最初にいや、あそこで押し倒しちゃうっていう発想はね、フィクションの考え方だと、フィクションの枠内で考えてるからそうなっちゃうんだ、現実は押し倒さないよって言ってますけど、じゃあ現実を書いたらいいのかっていうと、現実は現実でポンとそのままありのままを書いたら、いや、実につまらん話だと、なんだこれはと、いい加減にしろバカ野郎って言われると。で、じゃあ小説っていうのは何かっていうと、そのフィクションと現実の間に、愛という要素を入れる。するともっと厄介になるけれども、これが小説で描かれるところの第三の領域なのではないか、というようなことを提示しております。はい。これを言うためだけに、この一章がございました。このね、第三の領域というようなものがまた後の話にどうつながってくるかっていう部分もあるかもわからないですけれどもね。まあ、要はこの小説っていうのはどういう部分で描かれているかというのを、まあ、保坂さんなりに考えたときに、保坂さんって本当に何も起きないような小説を書いたりするんですけれども、それはじゃあだから現実をそのまま書きましたよというわけでもないんですよ。はい。だからといってフィクションに寄りかかると、多分昼下がりのシーンであそこで男女はそういう行為をしていたであろうと、しないけれども現実そのままでもない、それが小説が書かれている第三の領域だという今日はお話でございました。はい。次回はいつになるんだか分かりませんけれども、このね、小説の自由はちょいちょい全13回ですね、ちょいちょいやっていきたいと思いますので、まあ軽い気持ちでね、待っていてください。はい。というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。